日本相撲協会は25日午前、東京、両国国技館で大相撲九州場所、11月10日初日、福岡国際センターの番付編成会議と臨時理事会を開き、関脇大の里、本名、中村大輝イコール24、二所ノ関の大関昇進を正式に決定する。間もなく角界の、顔、となる大の里ゆかりの地では、大フィーバーに湧き返っている。青森、 藤崎町出身の元大関大の里の親族は、二代目大の里を絶賛。町のトップも大関昇進を果たす大気に盛大なサポートを予告した。写真、初代大の里の石碑を見つめる二代目大の里、大関大の里、らもなく誕生する。秋場所では13勝2敗の好成績を残し、2度目の優勝を達成。 初土俵から所要9場所で大関昇進は昭和以降最速の超スピード出世となる。そんな大気には、先代の故郷からも熱視線が継がれている。元大関大野里万助、本名、天内万助は、1925年初場所から7年間大関の地位を務め、相撲の神様、とも称された成騎士だ。もともと、大野里、は、師匠の二所の関親方。 元横綱稀勢の里が現役時代の候補に上がったしこな。その師匠は、かねて将来有望な力士が入門した場合に、大の里と名付ける考えを持っていた。8月の夏巡業中に、大の里は藤崎町を訪れた。大の里の兄のひ孫にあたる天内司さん、71は、その際に初対面し、大の里は、漢字のいい子を青年だった。 場所中は毎日テレビで大の里関の取り組みを見ていて、ハラハラドキドキしている。血のつながりはないけど、親戚のような感じと笑顔。偉大な先代と、番付で並ぶ大器に向けて、歴史に名を残す力士になってほしい。品位のあって強い横綱になってほしいと大きな期待を寄せた。さらに、藤崎町では大関昇進に伴い、大野里の講演会発足も決まった。 平田博之町長、67、は、秋場所中の取材で、大の里関の活躍は嬉しいに決まっている。8月に、大の里関が帰る際には、握手をして大関昇進した暁には、藤崎町で大の里講演会を発足させて、化粧回しを進呈するという固い約束をした。もう発注をかけていると熱弁。そのデザインについては、 ここ藤崎町は藤林檎発祥の地だから、真っ白な化粧回しに日の丸のようにリンゴを真ん中にドンと置く感じ。完成まで2ヶ月かかるから九州場所には間に合わないかもしれないけど、話はそこまで進んでいると説明した。大の里も23日の会見で、先代の大野里さんから名前をいただいたからには、絶対にそこの番付、大関まで行きたいと入門前から思っていた。 青森出身じゃないのに、藤崎町では町を挙げて応援してくれていて、すごく力になったと先代の知恵感謝。青森からの期待に応えるためにも、看板力士としてさらなる飛躍を遂げる。